では初めの話題です。スマート農業の実演会が今日川西町下小松にある沖玉農業高校の実習殿で行われ、生徒たちがロボットコンバインを使った稲の刈り取りを見学しました。沖玉農業高校では今年度町の補助金を活用して初めてドローンを使って水田に直接稲の種をまく直まき栽培に取り組んでいます。5月に種をまき、その後生徒たちは水田の水位を自動で調節するシステムなどを活用しながら管理を行ってきました。今日は地元企業の協力のもと、ロボットコンバインを使った稲刈りの実演が行われ、生物生産科の1年生から3年生までおよそ50人が参加しました。今回使用したロボットコンバインは GPS 機能が搭載されていて、水田全体の面積を把握し、自動運転で稲を刈り取ることができるということです。生徒たちはコンバインの操作方法や仕組みを教わった後、実際に乗車したり間近で見学したりして、スマート農業への理解を深めていました。刈り取りの部分に合わせて勝手に動いてくれるんで、そこが自分めっちゃびっくりしたし、変速のレバーだけ動かすだけで、あとは一切手を使ってないです。本当にスマート農業でよりもっと効率的に農業をすることで、学校の米が美味しいって言ってもらえるような環境を自分は作れたと思うので、そこが一番勉強になったところです。沖農では今後、通常の栽培方法で収穫した米とスマート農業で収穫した米の品質や収量を比較し、データ分析などを行っていくことにしています。米沢市総合防災訓練が昨日工場小学校グラウンドなどで行われ、地域住民などおよそ500人が災害時の対応方法について確認しました。訓練は東北地方南部を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、米沢市では震度6弱の揺れを観測、市内各所で建物が倒壊し多数の死傷者が発生したという想定で行われました。消防団や社会福祉協議会、地区の自主防災組織などからおよそ500人が参加し、このうち工場小の児童たちは視界が悪い中での避難を想定した煙体験や水消火器を使った初期消火訓練を行いました。的を狙いしっかりと水をかけるのに苦労する様子も見られましたが、児童たちは的との距離を確認しながら真剣な表情で放水を行っていました。また日本赤十字社のブースでは、地域住民が心臓マッサージのやり方や AED の使い方を教わっていました。このほか災害ボランティアセンターの運用や炊き出し訓練、災害用伝言ダイヤルの展示体験なども行われ、参加者は災害時に必要とされる知識や資機材について確認していました。では次です。南陽市商工祭りが昨日シェルター南陽ホールで開かれ、地元企業の自慢の味や製品が販売されました。南陽市商工祭りは地元企業について多くの人に知ってもらい、地域活性化につなげようと南陽市商工会が開いているものです。今年は3年ぶりに屋外での飲食物の販売も行われ、揚げたての唐揚げや採れたての農産物など地元企業自慢の味や旬の味覚が販売され、午後には多くの商品が売り切れる人気ぶりでした。一方、屋内では時計や装飾品、革製品など店舗自慢の製品が販売されたほか、市内の製造企業の一品や特色などを展示するブースも設けられました。
また市内の店舗や会場内で買い物をすることで参加できる大抽選会が同時開催され、抽選券を手にした多くの人が長蛇の列を作っていました。では次です。米沢市の上杉博物館では今、旧米沢藩主上杉家に伝来する写真を集めた特別展が開かれています。上杉家には幕末から昭和10年代にかけての写真1300点以上が伝来しています。上杉家伝来写真華麗なる人脈米沢との絆と題した今回の特別展では、前期後期合わせて250点以上を展示し、成則、望則、則明の3代にわたる上杉家当主と家族の肖像を通して上杉家の動向と写真との関わりを紹介しています。中でも最後の米沢藩主上杉望則は1872年にイギリスへ留学し、その後沖縄県令を務めたことから、当時交流のあった人々との貴重な写真もあり、人脈の広さを知ることができます。また望則は生涯5男7女を設けましたが、4番目の妻かねと子供たちと撮られた1888年の家族写真には、望則の右側に次の当主三男則明も写っています。この特別展は前期は今月16日日曜日まで、後期は22日土曜日からとなっています。